4番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い線展示ブロックまでお下がりください。 The train is arriving soon. For your safety, please stand behind the yellow line.あのね、年末の、まあ年末といってもまだ22日なんじゃけどね、ちょっとね、まあ今から言うたらちょっとね、2ヶ月くらい前の古い話、2ヶ月くらい前の古い話になるけどね、今までのね、今までの動画を見てくれてる人だったらわかるじゃろうけど、四国のね、四万十川の、主ために行くときについでに四国真ん中青年物語とね、観光列車のね、四国真ん中と異様な物語、あれをついでにね撮ってきたんだけどね、四国土佐時の夜明けの物語いうのをね、まだ残っとったよね。まあ前も言ったかもしれんけどね、あれをやっぱりね、やらずにね、年明けるのね、ちょっと気持ちが悪いな思いながらね、おじゃけね、また行くことにしたいよね、結局は。それはね、このね、四万十川行った時にね、四国真ん中と伊予灘物語撮りに行った時に、ついでに四国土佐も、撮ってくれいいじゃないかって思うかもしれんけどね、いや、実際のところね、おっしゃる通りでございます。ほんまにね、ついでにね、四国土佐もね、こうあれ高知からね出るやつ、高知からね那覇に行く分と、あと久保川行くやつあるんだけどね、ほんまにね、ついでに撮ってくるのがね、もうほんま筋ない、わしから言わしゃ。おっしゃる通りなんでございますけども、スケジュール的な感じ、問題でね、もうほんま帰らないけんかったよね、あの時はね。わしも暇そうに見えてね、結構忙しいよね、編集したらね、で動画アップしたりね、そこら話はどうでもいいんだけどもね、こういう時ね、年末、まあ大概わし暇なんだけどね、まあ、年末暇だったっけね、年末に限る暇なんだけども、もう最後のね、四国土佐時の夜明けの物語というのをね、もう取りに行こうと、もうこれ一個残してね、もう年明けるいうのもね、なんかね、もう気持ちが悪いしね。いやー、しかしほんまね、なんで四万十川行った時についでに取ってこんかったかないうのはね、いや確かに思うよ、ほんまね。まあそういうことで、いやね、わしもね、アホじゃけね、あれ段取りが悪いよね、あの辺のことを考えりゃね、ほんまに段取りが悪いけど、あの時は結局ね、何の用事があったんか知らんけどね、まあ、結局ね、もう帰ってしもうたよね、あの四万とか、ね、下見行った時に。あの時はね、メインがやっぱり四万十川のね、下見じゃけんね、来年じゃない、今年か、もう年明けて令和5年じゃけんね、今年のね、ゴールデンウィークにね、もう友達15、6人連れてね、四万十川行くことをもうだいぶ前から決まっとったけんね、去年の段階でね。で、まあ、その下見のついでに、無理やりスケジュール組んで、四国真ん中青年物語、それから伊予灘物語ね、まあ撮って帰ろうと。いや、それはもちろんね、その時にね、まあ四国土佐もね、高知から出るやつね、撮って帰りゃええんじゃないかな、な思うとったんだけども、
わしもね、やっぱりね、こう見えてもね、忙しいけど、それをほったらかして帰ってきてしもうたよ、広島へね。まあね、慌ててやらねえけんようなことでもないしね、また、それ終わらせたら終わらせたらね、今度はね、また今度ね、まあ、次の企画、いや、企画なんかで考えてなんぼでもあるんだけども、うん。まあまあ慌ててやることもないか思うてね、帰ってしもうたんや広島へね。うん、ほんでまあほんで結局のところでまたね、今年のね、あ、今年じゃないわ、去年、もう、はあ、去年の話だけどね、去年の年末にね、暇じゃったっけ、おいじゃあ行こうかいうようなことになってしもうたんや。まあ、あのね、今まで散々ね、この動画の中でね、ああじゃあこうじゃねえって人のことバカにしとったけどね、ほんまわしもバカよ、ほんま、うん、所詮バカじゃけんね、わしも。ほ、うん、でまあ、なんじゃかんじゃ言ってね、もう二度でま三度でまみたいなことやってからね、ほんま、で自分自身がアホじゃ思うよ、ほんま。なんであの時にね、ついでに四国土佐もやって帰らんかったかいうね、もう今でも後悔するよ、ほんま。ほんま、わしもアホだわ。まあね、今さらそがなことを悔やんでもしょうがないんだけどね。ほいでまあね、これね、去年の12月のね、12月にロケしたやつなんだけどね、結局で、ね、オンエアするのは、今2月になってしまうたよね。まあね、わしもね、いろいろね、やっぱりね、まあ、まだオンエアしてないけどね、前の動画でも言ったかね、わしね、入場券を集めるのをね、久しぶりにちょっとコレクションでやってみようかな、いうのをね、始めてからね、それはね、在来線のやつでね、いや、それはね、コンプリートも春から諦めてたんだけどね。スマホのニュースなんかで見よったらね、在来線の入場券発売しとるのがね、4000何駅言うてあったね。それをね、全部コンプリートして敷いたやつをね、70万か80万ぐらいで売り出したいうのはね、聞いとったけどね、さすがにちょっとね、70万80万手が出んけんね。まあもちろんね、4000何駅あるので、自力でコンプリートなんか絶対できるわけないけどね、大金かかるけどね、そんなことしよったね、そんなもんにね、何十万もかけるんだったらね、もう違う旅行した方がええ言うのはね、もう半前から思っとったけどね、もうコンプリートは諦めとった。ほいでね、まあ言うてもね、新幹線の駅かね、新幹線の駅ならね、なんとか自力で集められるんじゃないかだけどね。別の企画でね、まあ、やることにはしたんだけどもね、うん、まあ、今回はね、それとは全然関係ない話なんだけどね、なんでその話になったかね、ちょっとわからんけどね、今回は年末ね、暇だったけ、まあ、四国土佐、時の夜明けの物語、時代言うてね、まあ、また後から出てくるけども、時代言うて書いてね、時言うて読ませたんだけどね。四国とさ、時の夜明けの物語です。その、四国のね、四国の観光列車、三大観光列車、のうちの最後のやつね、3本あるうちの最後のやつを、まあ、今からまあ行こうかいうようなことだね、うん、まあ、他の動画の編集とかも、ね、一段落したしね、まあ12月の今日は22日いうことでね、行こうかいうようなことよね。うん、でまあ今からね、まあ、広島からね、また高い瀬戸大橋を渡って、ね、高い言うてね、文句言いながらね、わしも、はあ、もう瀬戸大橋なんでも通ったよね、ほんまバカよね、ほんまにバカじゃわ。うん、高い高い言うて文句言いながらね、何回も何回も瀬戸大橋通ってからええで、ほんまアホなことしょおるわ、ほんまに効率が悪いよねまあ今更そんなこと言ってもしょうがない。ここはね、
あの左に見えておるのがね、これは瀬野川湯かね、ほら正式の名前はよう知らんのだけど、わしね、あの前、まあ、前から言うとるけどもね、トラックの運転手でね、長距離やりよったけどね、これでしかもね、会社がね、高速代なんか一切1円も出してくれんけんね、もうベベータで行くしかないよね。うん、おこうやってね、もうほんまね、高速通らずにね、国道2号線をね、ひたすらこうやってね、もうほんまね、普通の会社だったらね、ちゃんとした会社だったらね、もう、高速代ぐらいチート出してからね、もうこの辺なんかね、あの大体ね、20日1か5日1からね、あの島までかわすいうのがね、通常なんよね、大体ね。ほいでね、シワで下ろしてね、先の方はね、ベタで行くような、何べんか言ったらね、最上バイパスとかで、ね、割と充実しとるけんね、高速で金払うてまで行く意味がないいうことですね。ほいで、まあ、今走っとるのがね、これは、尾道バイパスか、尾道バイパスになってるか、いや、わしが言いたいのはね、広島東バイパスというのはね、これ仮称なんだけどね、今こさようだけどね、もうね、ええ加減もほんま10年20年工事しおるよ。それがね、最近になってね、スマホのニュースで見たらね、今年3月、令和5年のね、今年の3月にね、全線開通するということでね、開いたからね、全部つながるよってね、最初バイパスまでね、何年かかっとんやと、お前らほんまええ加減にせよいう話よね、ほんま何十年も工事しようってね、やっと開通するんかいうな、うん、いやでも もっと言うたらね、西広島バイパスだってね、今観音で降ろされるんじゃけえね、あれほんま平野橋までつなげるような話になっとんだけどね、あれもやるやる言うてからね、一つもやりません、全然進まん、あれもほんま、この時は西広島のバイパス、うちの前のバイパスあるけどね、あっこからね、ビューって、ね、登りよったらね、観音で降ろされるんや、観音、あれ観音会で、船入り手前の なんやら橋、ちょっと外れるけどね、あっこでね、降ろされるんや、あれほんま平野橋までつなげる話で、でもっと言うたらよ、もっと言うたらもうほんまね、バイパスだけね、ずっとね、西条とかまで行く。行けるようにね、する構想なはずないよ。あれもね、いつまで経っても進まんよね、ほんま。まあ、とにかくね、広島のね、広島のこのバイパス工事ってね、ものすごい時間かかるよ。ほんま、金がないかどうか知らんけど、まあ、金がないけどだろうけどね。まあ、ほんまに。いや、ほんまね、もうちょっとね、まともな政治家おらんのかいうような感じよね、ほんまね。もうわけのわからんことするよね、ほんま、広島の政治家やなね。うん、まあ、そこの話はどうでもええわ、ほんま、もう政治の話してるんだけど、私、キリがないけど、ほんま、政治家に対する文句で、ね、言い出してるわしもキリがないけど、もうそれ、もうそういうことを言う、愚痴を言うような企画じゃないけどね、まあ、俺もやめるけど。おいでね、12月のね、22日に今からね、とりあえずね、今回はね、堺出で行きます。例によってね、まあ、前の動画とかね、見とる人ならわかるじゃろうけどね、堺出の方にね、いつも飛んでるところがあげて、堺出駅前のね、セブンイレブンでね、あっこでとりあえず一泊して、それから明日堺出から高知へ行って、高知駅から今度ね、明日はね、高知からね、那覇里の方へ行く、ごめん那覇里線よでね、ごめん那覇里じゃないんだけど、ごめん那覇里線よで、もうほんま吉本のネタになるそうな路線の名前があるよね、ごめん那覇里線よのがあれでね、那覇里の方へね、行くけ、四国土佐よ、時の夜明けの物語というね、観光列車が那覇里の方行く、あれ那覇里の方行くのもね、なんかあんまりないらしいね、今年ぐらいのもんだ、今年じゃないわ、
今年かい、ね、あこれ去年の話だけど12月のね、だけ令和5年になったらね、あの、いや基本的にね久保川の方行くんよ、あれは本場はね高知から久保川の方行くんだけども、まあわしの情報不足し、情報不足かどうか知らんけどね、今年はもう高知から久保川の方へ行くメインのね、メインの方のしか、まあ民家ってあるんだけどね、まあほんま、まあ那覇の方行くかどうか知らんんだけど、大体ね土日がね、久保川の方に行って金曜日が那覇の方に行くんでね、それであのね五面から那覇の方はね、あの JR じゃないんだろ、あれは、あれは JR じゃないよね、なんか地方の路線かなんかしないけどね、まあね、あの辺のことになったらね、わしはもうようわからんよね、ほんまね、まあ、また今度またね、言うんじゃけども、何言うんかいね、九州の方のね、必殺オレンジ鉄道いうのがあるよね、あれ JR じゃないよね、あれも必殺オレンジ鉄道いう名前があるんだけど、貨物列車なんかあの JR でね、JR が通るんだけどね、あの辺がね、わしみたいな素人ね、ようわからんよね、まあ、どうなる、プロの人とかね、鉄道マニアの人たちが詳しいんじゃろうけどね、いや、それはわしだってね、それはごめんなはり、宣伝内は、なんかさっき言った、必殺オレンジ鉄道のね、あ、これは JR のね、貨物列車が通るの知っとるけ、まあね、前のあのサンライズ広島の企画見てもらった人ならわかるじゃろうけども、何言うかいな、必殺オレンジ鉄道のあの西方の方なんかね、なんかすごい眺めがいいところなんかね、あ、こう JR のね、貨物列車のね、ED76 とか、EF81 か、あーなんか通るの知っとるけね、私も通りに行ったよね、貨物列車の企画見てもらったら分かるけど、あの辺はさっぱり分からないんだよ、ほいだけど今回ね、何回ね、四国土佐いう時の夜明けの物語もね、ごめんな、じゃあこれは JR のね、あれよ、観光 JR の観光列車なんだけどね、そう、ごめんな、ハリセイの方を通ってね、那覇の方行くいうけね、それまあついでにそれも取りに行こうかいうようなことでね、ほいでね、まあ今見てもろとるのはね、これね、国道2号線よ、これね、わしがトラックの運転手をやるところ時代はね、もうここのほんまベタでね、ずっと通りよったら、ここのもうほんまね、よう渋滞するんよ、ここら、ほんま腹立つやね、これで岡山市街のちょっと手前の方やで、これ何言うんかいね、これ。まあ、大体ね、玉島までね、高速乗らせてくれた会社もあってからね、ほいで玉島から降りてからね、もうベタで行ってくださいね、この葉山駅の前、もうほんまね、もう葉山も大渋滞よ、クソ言うちゃうわ、いいけど、まあ、田舎のくせにね、ほんま、ね、結構ね、岡山からね、広島の方にね、仕事探しに来る人いうのを結構出会うんじゃけどね、岡山は、ね、もうほんま田舎ですよ言うてね、みんな言うよね、まあいや、確か岡山もそれは大したこと、広島に比べたら大したことはない、まあ でもね、まあ駅の楽しさから言ったらね、当然岡山駅の方がね、全然楽しいんじゃけどね、まあ、広島なんかレッドウィングなんかしか来んけんね、まあまあ前から同じことばっかり言うて悪いんだけどね、わしからしたらね、わしみたいな広島からの思うからしたらね、岡山駅の方がうらやましい思うけどね、岡山の人間からしたらね、広島の方が都会ですよってからね、広島の方がね、でかすぎ言うたら大げさな言い方じゃけどね、所詮隣の駅じゃけね、広島の方に来てね、仕事しおる聞いたらね、ああ岡山出身ですよいうのは結構おるよね、やっぱりね、で鉄道に関して言うたらね、岡山の方が勝ちだけどね、それ以外に関してはね、やっぱりね、広島の方がやっぱり都会っていうのがあるんじゃろうね、まあわしはその辺のことはね、詳しいことはないしね、まあ全然どうでもない、わしは鉄道以外のことはね、一切興味がないけど、ほんまにどうでもいいよ、ほんま鉄道以外のことは、ね、いや鉄道のこともね、それはね、広島ね、頑張ってもらいたいけどね、でもどう考えてもね、もう岡山駅の方がね、広島の駅より楽しいもんね、
うん、うん、で、でけもあの、こうやってね、いや、これ、ね、そういやね、何しに来たかい、これ、岡山、あのね、岡山駅ね、あの、まあ、あの、また今度ね、別の企画でもね、あの、単なる旅行中ね、企画カテゴリー立ち上げた時に、またね、その時の動画でも言うけどね、岡山駅ね、新幹線のね、ちょっと大きいサイズの入場券があるじゃろ。大きいサイズが新幹線のことは限ってことじゃないんだけどね。それ入場券買いに行く、行ってからね、四国へ行くついでにね。ついでに言うてもね、結構時間かかったんだけどもね。うん。もうまっすぐね、境店の方行ったらね、もっと早く着いとったんだけどもね。なんかね、入場券ね、集めよる言うて、わし前言うたかいね。ほいで、在来線のね、小さいサイズのね、入場券なんかね、もう要線何駅なんかね、もう所詮ね、素人がね、もうコツコツ集めたところでね、もう集まれ専用そばで大金かかる。もうそれこそね、70万、80万かけてね、もうコンプリートされた JR が発売したような、買うた方がええ。ほいでもね、あんなもんもね、どうせね、応募が殺到してからね、もうどうせ抽選じゃろうけね、当たりはせんけね、そんなの分かってるしね、こっちもね。ほんとき、それね、4000何駅ね、自力でね、入場券なんか集まりゃせんけね、ほんとき、自分が行った分だけね、記念でね。まあね、せっかくで、ね、入場券買いに来た時は思ってね、岡山駅のね、入場券買うて、新幹線見に行こうか思ってね、本番はね、春坂井店の方行ってからね、酒飲みたかったんだけどね、まあ、せっかく来たんだけど思ってね、どこまで話したかいて、入場券ね、結局ね、在来線の小さいサイズの入場券でね、もちろん最初からコンプリートは諦めとったんですけどね、新幹線のね、入場券だったらね、なんとか集められるんじゃないか思って始めたよ、またね。また今度は別の企画でまた言うけどね、やっぱそのね、大きいサイズの入場券あるんじゃろう、その大きいサイズの入場券がね、特に別に新幹線の入場券言うて決まっとるわけじゃないよ、決まっとるわけじゃないんだけどもね。それはもっと言うたらね、いつかわしの地元の五日市駅だってな、その大きいサイズの緑っぽいのあるじゃろ、入場券ね、新幹線の 緑色っぽいやつ、あれだって、ね、五日市の緑の券売機で出したら五日市の出るよ、出るのは出るんだけどね、まあそこは細かいこと言おうたら何もできないけどね、もうそれはそのでかいやつをね、例えばね、在来線か今夜の新幹線の駅あるだろう、新岩国とか新尾道とかね、ああいうところで在来線がない JR の駅なんかね、緑の券売機で入場券買うたらそれで大きいサイズとしか出てこんけん、おいとき、大きいサイズのやつを新幹線の入場券と見立てて、それを集めていこうというね、
うん、まあ、新幹線の駅ならね、コンプリートできるだろうって甘い考えがあったんですけど、実際やってみたらね、もうものすごい量の新幹線、あの自入条件になるのがね、分かってね、まあね、でも、まあ、せっかく始めたんだけ言うてね、思うてね、うん、まあ、あの今見てこれ、今から行く小島駅のはね、あの新幹線とは全然関係ない、ただ単に、まあね、境で行くついでに、まあ、あの小さいサイズの、ね、入場券を集めようということでね、せっかく来たんだけど、まあ、ついでに寄っていこうような感じよね、うん、まあしかしね、どう言ったらいいかね、これ広島駅と比べたらやっぱりね、まあね、他の企画でも同じことばっかり言うけどね、広島より田舎のくせにね、田舎のくせに、じゃあ失礼なんかのことしないけど、どう考えてもこれ小島駅の方が楽しいもんね、これね。まあこのね、まあ、極端な話、いや今の緑の券売機でね、小島駅の方が大きいサイズの入場券出るわよ。まあ出るけどもね、まあそんな細かいこと言ったらね、もうなんかね、面白みがないけどね、これもう、所詮ね、コンプ、何言うんかね、コレクションなんかね、所詮自己満足だけね、うん、もうこれもう自己満足よ、ほんまに、うん、別にね、誰に自慢するわけでもない、ひけらかすわけでもない、ただ単に自分でね、入場券集めましたというだけの話でね、うん、まあそこの話は別に、どうもほんまどうでもいいんだけどね、まあ境で駅行くついでに、ね、小島駅だから、ね、まあ、快速マリンライナーの企画とかでもね、寄ったところではあるんだけども、まあ、今回車で寄るのも、まあ、初めてですしね、これね、まあ、前から言う通るように、アンパンマンの絵が描いてあるのは南風のね、南風南光か知らんけど、四国にしてもね、九州にしてもね、ああやってね、アンパンマン列車走らせたとかで、なんや、いろんな、観光列車とか走らせてね、観光客とかをね、そう、JR 乗るお客さんを集めよう思うてね、頑張っとるんよ。広島は何をしょおるんよ、ほんま。結局ね、広島なんかね、ああいうことせんでもまあね、儲かっとるけ、黒字じゃけ、まあ黒字にあぐらかいとるんだろうね、ほんま、まあ、広島なんかもさえんところよ、うん、なんかね、あの前ね、新潟駅のすべての企画やったときに書き込みがあってね、あのわしがね、あの広島のことをね、ディスるのが、あんまり気分が悪かったみたいな書き込みがあったけどね、申し訳ございません、わしはね、広島をディスるのがね、売りじゃけん地元の広島をディスるのが、だってどう考えたって四国とか九州の方が楽しいもんね、どう考えたって鉄道ファンからしたらね、
まあ、こればっかりはしょうがないよね。ほんまね、広島なんかね、もう黒字にあぐらかいてからね、ああいうお客さんを集める努力とかね、一切ないよね。そんなことせんでも黒字じゃけ。うん、四国とか九州なんかね、ああやってね、あのアンパンマン列車走らせたとかね、なんとか観光列車走らせてね、九州なんか行ったらね、まあ、今度やらにゃいけない思いのね、SL 人吉なんかはね、九州の方走っとるよね。あれちょっとね、見に行ってみたいなとか思うよね、やっぱりね。うん、広島は何がある、あ、なんか、ね、セトラみたいなのがあったね。あんなもん、一回乗ったら終わりだけどね。言うちゃ悪いけど。いやね、あのね、もうぶっちゃけね、あれよ、この後ね、四国とさ、ね、乗りに行くけどもね。いやー、やっぱりね、四国のね、観光列車ってね、もう、おもてなしの気持ちがね、違うもんね。前から何回も言うてるかもしれんけどね、ほんまにね、やっぱりね、四国なんかね、やっぱりな、もう一回ね、もう一回に限らず、もう何回でも四国に来てもらいたいっていうね、そのおもてなしの気持ちがね、ひしひしと伝わってくるもんね。これ今75キロ、まあ、前から言うとるようにオートクルーズでね、わしなんかね、もう高速乗ったらね、もう時速75キロでね、オートクルーズ設定してからね、もうほんまね、ウィーカー出してね、車線変更したりね、追い越ししたりね、もうブレーキ踏むのもね、アクセル踏むのもめんどくさいけど、もう嫌いなんよ、もうほんま。また、ね、75キロのね、オートクルーズに設定しとったらね、みんながね、わしを追い越してくれるけどね、まあ、一切もうハンドルだけ握っときゃいいけどね。もうめんどくさい、ほんまめんどくさがりやすいけどね、これはね、高速道路で例えばね、90キロ、100キロで飛ばしたらね、もう絶対ね、トロイのがね、80キロとかおるじゃん。おったらね、まずそれ追い越そう思ったら、まず右にウインカー出すだろ、右にウインカー出して、それで右のミラー見て、で右の車線変更して、それでアクセル踏み込んでそのトロイ車抜かして、それで今度は左のウインカー出して、左のミラー見て、左車線に移って、であれで追い越す手順があるじゃろ。もうね、みんなめんどくさいよ。わしもう一切ことしとないけれども、じゃけどここで自分がね、75キロでね、トロトロ走ってね、もう全部に追い越してもらうっていうね、もうそっちが楽じゃけね、もうほんまめんどくさいけど、もうほんまめんどくさがりじゃけね、もうハンドル、あれで75キロのね、オートクルーズに設定しとったらね、ハンドル握っとくだけでいいけね。ETC の機械がついとったらね、半額ぐらいになるよね。まあ半額にはならんと思うけどね、ほんまかどうか知らんけどね、なんかもうええかげんそうな、ね、人間じゃったけど、ね、さっきの何言うかね、チケットの係員言うかね、どうか知らんけど、半額ぐらいにはなりそうですってね、はっきりしたことわからない。まあね、前の動画でもまあ言ったけどね、さっきの境で来てインターからね出てね、もうちょっとしたらね、お風呂屋さんあるけど、ここでね、風呂入ってから、ここで風呂入ってから境で行け、さ、ここからね、境で行けばね、ほんま 5分か6分ぐらいで行ける、5、6分もかからんかもしれんけどね。まあいつものね、まあ、ルーティーン言ったら言い過ぎだろうけどね、もうここでね、風呂入ってからもうお決まりのパターンだけどね。これまあスーパーセットじゃけね、えっと安くないよね、これね、やっぱり800何本くらい取られてね。まあここでね、サライ言うてね、癒しの里サライってね、どういうなんでサライいう名前になったか知らんけどね。でまあ、ここでね、お風呂入ってるから、これね、まあ、いつもの通り、境で駅前のセブンの、
セブンと、ジョイフルの、敷地に入ってね、そこ車止めて車中泊をするというのもう毎回のパターン。もうね、あのスーパー銭湯とかね、まあ、スーパー銭湯に限らず普通の銭湯もそうだけども、暑いよね風呂が。わしなんかね、ほんまね、ぬるい風呂が好きだしね、健康面で言うてもね、ぬるい風呂に長い時間使っとる方がね、健康にはええんよ。暑い風呂いうのはね、血圧が高くなる気にほんまはいけんのんだけどね、なんかね、もうどこの店行っても暑い風呂でからね、ほんまもうすぐ出るよね、もうすぐ暑くなる気ね。それでね、体の芯までね、ぬくもりもせんのに暑い気って出るじゃろう。あの間で、湯冷めするのよね。湯冷めがそういうことじゃけね、体の芯までぬくもとら、ぬくもらずにね、出るけね、湯冷めするんであってね、あの本当のね、健康的なお風呂の入り方はね、もうぬるいお風呂にね、ゆっくり入ってね、体の芯までぬくめるいうのがね、一番健康的な風呂の入り方だよね。まあ、そがなうんちくなんかどうでもいいんだけど、お前は、俺でここらからね、ここらで、ね、いつも買って知ったらね、もう、境で来てからな、もう、というか安心して寝れるけど、ここらだったらね、ほんまね、うん。ほんで、まあ、ここでね、家によってね、そばのセブンでね、酒買うて、酒飲んで。いやね、このね、堺デーキなんかね、ほんまね、よね、ほんま、味が、いい味しとってるからね、ほんまね。堺デーキね、まあ、堺デーキのすべての企画見てもらったら分かるけどね、1番ホームから3番ホームまでね、1番ホームから3番ホームまでしかね、まあ、五日市駅と比べたらね、希望的にはね、と変わらんけどね、でもこう、五日市に比べたらね、高架駅だしね、うん。三大津出雲、三大津瀬戸も来るしね、渦潮とかね、三快速マリンライナーも来るしね、もう何回も同じこと言うけどね、どう考えたって堺での駅の方が面白いわね。んなもん、都立10人おったら10人とも堺で駅行くわよ。まあそこの話はどうでもいいんだけど、ここに着いてからね、布団圧縮袋にね、普段はね、あの袋に入れてね、掃除機でね、ビャー吸い込んだらね、空気が抜けていってからね、真空パックになるで、真空にはならんのじゃろうけどもね、まあ、潰れてからね、うん、結局ね、冬の間にあれやっとかんとね、どっかから虫が生えてきてね、住み着くけ、ね、はい、やっぱりやった方がいいよね。ほいで、まあ、あの真空パックから出してからね、でまあ、レインをしてね、ゼロシュガーのコーラを飲んでたから、うん、で、なんか前も言ったからね、今ちょっとね、営業しようけね、炭水化物に入れてからね、炭水化物がないようなのをなるべく選んでからね、買い物してからね、うん、まあ言うね、大して言う大して痩せてはないんだけどもね、うん、でもね、あれからね、4キロか5キロぐらい、まあ、減ったのは減ったんだけどね、まあ、わしみたいな人間がね、4、5キロ減ったところでね、わしみたいな人間がね、4、5キロ減ったところで見た目には分かりゃせんわいや。まあ言うてもね、自分では中ではね、結構やっぱりね、4、5キロ変わったらね、違うよね、うん、ちょっと軽くなったような気がするよね、うん、まあそこの話はどうでもいいんだけどね、まあ本場だったらね、ビール飲んだり日本酒飲んだりしたいんだけど、低糖質のね、焼酎関係のいうことでね、まあ、いい時ね、このレモンサワーもね、もう寒いしね、やめとったら、ほんまね、この時期ね、寒い時期になったらね、やっぱりね、熱燗とかが一番いいわよね。熱燗とかね、焼酎のお湯割りとかが一番いいんだけどね、まあ、焼酎のお湯割りは、まあ、別にね、糖質が低いけね、飲んでもいいんだけども。うん、
あの今見とるのね、もう相棒よね、昔の相棒、これシーズン5のね相棒なんですけど、うん、今もね、まあ前も同じようなこと言ったかもしれないので、ね、今の相棒もね、あの亀山薫が戻ってきてね、面白いのは面白いけど、やっぱ官房長もおらんしね、うん、官房長もおらんし、米沢もおらんしね、やっぱりね、昔の相棒の方が一番面白いね、うん、まあ順次すぎて、まだ起きとんかい、あんた早寝さいや、ほんまよう飲むのこのジジイは、ほんま、うん、もう、毛布かぶってまで、もう寒いんじゃったら早ねえや、アホ。もう毛布かぶってまでくださいませ2時であんた2時、これ1時かいね、 2時前か、もうやっと寝るかい。まあいうことでね、明日高知の方行きますんでね、はい、また明日お会いしましょう、さよなら。ご乗車ありがとうございました。